撃つ、絶対撃つ、俺が終わらせる。撃てねえな。何？撃てねえって、そんな肘じゃ。ど、特打ち？その肘で無理する必要あんのかよ。それとも、この試合で引退するつもりか？え？引退？特打ち！小島さんはお前を助けるために無理を押してんじゃねえか。勝負の最中に助けるなんて甘っちょろい言葉使うな、タゴ。な、違和感は残ってるが、バッティングに影響はない。8、9割の力でどうにかできる相手じゃねえよ、友坂は。タイムかけろ。いい。こんなに包帯を巻く必要は。いいんだよ、それで。一ついいことを教えてやろう。ん？初球はアウトローにストレートが来る。その球を狙うんだ。あんたに勝ち目があるとすればその一球だけだ。打てるか打てないかはあんた次第だが。タイムを終えて小島、右肘に包帯を巻いて出てきました。チッ。なあ、なんで初球がアウトローと言い切れるんだ？包帯が白いからさ。フェンスの深い青に包帯の白はよく映える。わけわからん。これは小島、ベースに覆いかぶさる極端なクローズドスタンスだ。外角狙いか。ならこっちはインハイ、ストレート、フラッシングボール。友坂、小島に対し第1球。信じるぜ、特地。投げた。しまった。アウトロー。さよならホームラン。リカオンズ2夜連続のさよなら勝ち。わからねえ。なんで？こんな実験がある。あ、射撃の命中に半径10センチの的を50発撃たせたところ、全弾命中させた。次にその的から1メートル離れた場所に何億円もするという壺を置いて同じように撃たせてみた。どうなったか。どうって、1メートル離れた壺なんか関係ないだろう。結果は壺の反対側へ平均7センチもずれてしまった。え？友坂にとっては小島の肘がその壺だったのさ。小島さんの右肘が。キャッチャーはインハイのストレートを要求したし、友坂もそこへ投げようとした。だが相手は球界を代表する打者。万が一怪我をした右肘にでもぶつけるようなことがあれば、それこそ小島は引退ってことになりかねない。自分の一球で名打者の選手生命を絶つなんて相当の恐怖。誰だって奥の壺は割りたくない。